フィブラートとは、両心倍性のカルボン酸誘導体のうち、脂質効果薬として、脂質異常症の治療に用いられる化合物の総称である。フィブラート契約剤は、通常、スタチンと組み合わせて、高脂血症の多くの病態の治療に使用される。臨床試験では、短剤での成績が検討されている。フィブラートは、必死的な強心症を減少させるが、全脂肪は改善せず、 従って、スタジンに、忍ばず姿の場合にのみ使用が承認されている。HDL 増加効果及びトリグリセリド、減少効果による LDL 及び、トリグリセリド低下作用は弱いが、脂質異常症が他のメタボリックシンドロームの症状を伴っている場合、インスリン抵抗性を改善する。そのため多くの高脂血症に用いられている。フィブラートは、血中、 HDL 濃度の低い患者には適さない。米国 FDA がフェノフィブラートの添付文書に記載を命じたように、フィブラート投与開始後数ヶ月は、血中、HDL コレステロール濃度を測定すべきである。HDLC が著しく低下した場合には、フィブラートを中止して、HDLC が元に戻るまで観察を継続すべきである。フィブラート投与は再開すべきでない。 パー1930年代に臨床を応用されたフィブラートであったが、1990年代にパーを活性化することが発見されるまでは、その作用基準は長らく不明のままであった。パーは炭水化物代謝及び脂質代謝並びに脂肪細胞分化を制御する細胞内受容体である。パーが活性化されると多くの遺伝子が転写されて脂質代謝が活発化する。 血脂類及び人での研究の結果、フィブラートには、主に5つの作用があると考えられている。リッポタンパク質の脂肪分解の誘導、トリグリセリドに富むリッポタンパク質が増加すると、内炎性リッポタンパク質リッパーゼ活性が変化し、また、TRL のアポシー3含量減少により、低下していた LPL の脂肪分解が、TRL との接触機械増加により活性化される。 肝臓での脂肪酸取り込み誘導及びトリグリセリド酸性減少、血脂類においては、フィブラートは脂肪酸輸送体タンパク質及びアシル COA シンテターゼ活性の誘導により、肝臓での脂肪酸取り込み並びにアシル COA への変換を増加させる。ベータ酸化経路の更新と脂肪酸合成の減少が同時に起こることで、 トリグリセリド合成に用いることができる脂肪酸が減少し、フィブラートが脂肪組織におけるホルモン感受性リパーゼを阻害することで増幅される。血中からの LDL 除去、フィブラートにより LDL 受容体に高神話性の LDL が生成し、速やかに代謝分解される。VLDLHDL 間の中性脂肪交換の低下、血中 TRL を減少させる。 HDL 生成の増加ならびに、コレステロール逆転層の促進。フィブラートは、肝臓でのアポエ I 及びアポエ2の生成を増加させて、血中、HDL 増加に寄与し、コレステロールの逆転層を促進する。フィブラートは、構造的、薬理学的には、蛍光血糖効果薬のチアゾリジンジェオン系薬剤に類似している。フィブラートの多くは、 サイプ 3A4 の気質である。フィブラートは、海中 C エリゴンスの寿命を伸ばすことが知られている。多くのフィブラートは、軽度の胃物不快感及び、ミオパチーを発現する。フィブラートが、単管中のコレステロールを増加させるため、単石のリスクが増加する。スタチン系薬剤との併用で、黄ンス自由解消のリスクが上昇する。ストロングスタチンの一つ、セリバスタチンは、 この副作用のために2001年に市場から撤退した。より低診油性のスタチンは、オーモンス自由解消の発言が少ない傾向にある。容量規制因子の確認時、半数致死量の死因には、急性腎不全が含まれていた。で、ハルイでは、フィブラートのペルオキシソーム増殖作用による肝細胞肥大と肝がんが生じるが、種差しが大きく。 人における感受性は低いと考えられている。2018年10月16日付、厚生労働省医薬、生活衛生局医薬安全対策課長名で、原則近畿の項の人機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本在と HMGCOA、還元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やもうえないと判断される場合にのみ、 併用すること、を削除した。重要な基本的注意の項に、腎機能に関する臨床検査値に異常が認められる患者に、本在と HMGCOA、肝元酵素阻害薬を併用する場合には、治療上やうえないと判断される場合にのみ、併用すること。急激な腎機能悪化を伴う、黄門筋由解症が現れやすい。 やむを得ず併用する場合には、本材を少量から投与開始するとともに、定期的に腎機能検査等を実施し、自覚症状の発言、CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇並びに、血清クレアチニン上昇等の腎機能の悪化を認めた場合は直ちに投与を中止すること、を追記し、相互作用の原則併用近忌の項の HMGCOA 還元コース阻害薬が削除された。ありがとうございます。